不敵な笑み。奴らはそれを諦めてはいない。トランプが危ない。朝から緊急速報で目を覚ましたって人も多くいたと思います。石川県能登地方で再び震度5、最初は6って発表されてたんですけど、レベルの地震が発生し、全国的に ま、揺れたことから、能登地方以外でも広く多くの人がスマホなどで緊急速報が鳴るっていう事態が起きてしまいました。まあ、最近ね、あの、異常震域って呼ばれる震源地と揺れる場所が離れた地震っていうのも何件かあったり、実は震度4以上のちょっとでっかめの地震がここ1ヶ月、 頻発してるんですよね。インターネットの検索トレンドにも南海トラフっていう言葉が出てきている通り、もしかしたら近くそれが来てしまうのかもしれないと。まあ、なんかリスナーさんから怪しげな雲みたいな写真もいただいて、まあどこで何が起きても不思議ではありませんが、今回の地震ちょっと怖いなって思いました。 ま、そんな別の意味の激震っていうのが今走って話題になってる。つい先日、東京日比谷で大規模なデモ集会があって。この集会の目的は、例の国際機関、WH 名古屋市中区3の丸3の1の2が、いや、愛知県庁の場所じゃないか、これ。なんちゅう顔してんねん、これ。この WH、ヒデの毒の際を絶対に阻止っていう内容で、まあ、デモ集会行われてて。 参加者発表されて、まあ、1万2000人だったとのことです。まあ、これね、当初、数万人レベルって言われてたのから、だいぶ減りましたけど、それでも多いですよね。多くの人が関心を持っていた。この話題。実はつい先般、例の国際機関は、この5月に締結する予定だった。 条約締結が見送られたっていう発表したんですよ。これが結ばれてしまうと、世界各国に対して国際機関が強制力を持って命令できるようになると。まあそういうとんでもない内容だったんですよね。日本政府はこの条約締結に関してめちゃめちゃ前向きで、しかもそれ国会審議をなさず、官僚の事務会議でそれを締結させようとしてたぐらい、 なんか国民に知らせたくない雰囲気プンプンに出てたんです。ただこれね、世界中にもおかしいって思う国がいっぱいあって、多くの国が難色を示したことから、一旦は見送られて、これ良かったなってなってたんですけど、実はこの件に関して、この国際機関の一番偉い人が、会見の中で不適な意味、笑いながら話してたんですよ。何がそんなにおかしいんやという話だったんですけど、実はこれ、別のことが、ま、決定されて、奴らにとっては計画で 道理だって話らしいんですよそれが国際機関 W を運営するにあたる規則これの改定が行われたんです、まあ、この改定の中で書いてある文言がヤバくて例えば W が韓国を行う諮問機関から法的拘束力を持つ統治機関に変更する統治機関ですよ皆さんまた尊厳人権自由の尊重という文言が削除され W に 健康診断や、宿わの証明、これの追跡、それを義務付ける権限、これを付与するって規則に書いてあるんです。条約は否決されたんですけど、実はこの規則の方は採択されちゃったんですよね。しかも、W はこの条約を諦めてなくて、2025年までに再度国家間の合意を取って締結するって、 あいつが発表したんですよ。この国際機関が発表している今後の世界の流れみたいなのがあって、2025年に新たに流行るであろう X っていう仮想 V、これを想定してて、それに向けて条約、規則改定を行うっていう流れでいたんですけど、この規則は改定できたから、条約はそれまでに直せばいいということなんですよね。 結局、次なるなんとかミックが再び起きた時に、世界はまた恐怖と失意の世界に変貌すると。その中で、世界中の人々が、やはりリーダーシップを持ってこれを収めてくれる機関が必要だという意識に持っていって、条約をも締結すると。そういう流れになるんじゃないかと。結局、彼らは何も失ってません。その不適な笑みに隠されていたのは、 計画通りのこの4文字なわけですよ。まあ、最もやばいのは、この規則の中に、いわゆる緊急事態を発令することを可能とできる権限。これが書いてあって、実質条約締結なくとも、 世界を再びそれにすることが可能な力を奴らは持ってしまったって話なんですよ。ここ2年で日本のいわゆる超過多飛防数っていうのは戦前戦後のどんな戦、どんな災害の時よりも多い人数がなぜかここ数年で増えまくってると。不思議だよねっていう話してたんですけど、これ日本だけじゃないんですよね。 世界でこの超過数を調べたデータがありまして、一番多い国はなんとアメリカの100万人です。アメリカって戦争あったっけっていう話なんですけど、そんなとてつもない人数がこの地球から消え去っているという事実。よく言われるのが、ここ数年のあれは全て人口が増えすぎたこの地球の調整であると。 いう説があって、その説が正しければ、シナリオ通りに進んじゃっているわけですよ。今年2024年の超ビッグイベント、アメリカ大統領選挙。これはもはや一国の選挙はなくて、その後の世界の未来を握ってる選挙と言われてますが、そして、 今回最有力と言われているトランプさんが先日大統領経験者で初めて有罪判決を受けたと。これね、不倫とか、なんか銃の所持の許可証のうんぬんとか、めちゃめちゃしょうもない理由なんですけど、とにかく何癖つけてトランプさんを封じ込めようとしてると。しかも恐ろしいことに、今回もし収監されるとなったら、 ニューヨークの拘置所に収監されるんですけど、この場所って超曰く付きな場所で、それは数年前、カリブ海の悪魔の島あの島の持ち主、なんとかスタインさんがこの拘置所で亡くなられてる場所なんですよ。あの件って未だに多くの謎に包まれてて、あの人がこの世からいなくなったあの日、超永久監視対象だったはずなのに、なぜか監視が全員その場にいなかったり、 監視カメラが謎に作動してなかったり、明らかに邪魔になった彼を消しに来たとしか思えない状況が生まれているにも関わらず、あれは彼が自身が犯した件を思い悩んでそうしたっていうシナリオになってますけど、そんなわけないんですよね。 つい1日前まで彼は自身の未来についてベラベラと弁護士に語っていたという情報が残ってると明日そうなるであろう人が未来のことなんか語るわけないわけですよ要するにこの拘置所っていうのは そういう場所であり。そしてトランプさんはここに入れられようとしてるんです。予言アニメシンプソンズではトランプさんはある時点でいなくなると予言されてると。そしてこれはもちろん未だ実行されてない予言なんです。実は再びトランプさんに危機が迫っていると。それは彼が大統領に就任してしまったらアメリカが W から脱退してしまうからです。アメリカが抜けるということはその国際機関の崩壊を意味し これ絶対に阻止しなきゃいけないわけですよ。今回規則が改定されて、来年は条約締結と、彼らのシナリオができた今、邪魔者は排除する。この動き、出てきてしまうかもしれない。日本はこの件に関して、議長国として、世界中の国々を説得する役目なんだそうです。実は今、国が今まで絶対に認めてこなかった、ちくわを食べてポンポンが痛くなった、この関係性を、ちょっとずつ認めつつあるんですよね。 これが何を意味しているのか。数年前に、あの、情報機関 C のエージェントだったっていう方が、亡くなる直前にあるとんでもない暴露してるんですよ。それが2024年、世界中で数十億人の人がいなくなるっていうとんでもない予言だったんですよ。彼は何かを知ってると、それは2024年に何かが起きるって話なんです。ここ数年間で、なぜか、 アメリカでは100万人が消えてます。世界中で見るととてつもない人数なんですよ。これはまだ序章に過ぎないと。そしてそれをきっかけにあの国際機関はさらなる権力効果を狙っているのです。もう次のが来ることも決まっていると。にもかかわらず集会に参加した1万人超えの 日本人。そしてこれを見守っていた20万人超えの関心を持った人々。この国はちょっとずつ変わろうとしてるけど、奴らはまだ諦めてなんか、 いないんです。ということで、ハロー YouTube 下根塚さんのニュースのネコ川には今日までどんぶかやめニュースをお送りしました。いや、実は私、サブチャンネルもやってまして、あの、毎日12時半から30分、ライブ配信をしてます。このチャンネルで何かあった時は、サブチャンネルでこっちの動画も上げていこうと思ってますんで、なんでぜひね、こっちの方もチェックよろしくお願いします。ちなみになんですけど、私、ライブ配信では、あの、除霊とか、霊視とか、なんかそういうやつ、ひっくるめて、やってます。 はい。ラストギャル霊媒師です。お腹でまたにラストってつけたら大体いけるって、京明が言ってた。怒られるぞ、お前。キムジュエ、かっこ公式さんにフォローされました。やかましいわ。いけるいけるもうジュエ。いや、公式お前。わ、あれ、ジュー、わてこと、何人おんねん、これ。今更やけどな。 アブ「ディープにつかやもアブガがィルひとつまの手料理食べたいなあしもハ アブガリルハビコリちゃんもアブガニル」「人妻のため息尊いな」